に最強の挑戦者ご覧のようにアムロパナマの右をまた決めましたけど ねそういうことですね。アムロスの左のフックです。かなり強いパンチがあります。黒い記憶と言われます。顔面はお左のフック、オーバー、これはダウンか、ダウンですね。アムレスの左のロングフックを受けましてオーバーダウンです。これがこの長い、あれはどういうタイミングでしたか、あのアムレスの左のフックは。オーバーの心境はどうでしょうね。しまったという、そうですね、しまった。そんなに効いたパンチではなかったですか、どうでしょう。お尻が、あの第1ラウンドのダウンがベースに巻き込まれるような感じがしますよね。うすもう少し足使って今のダウン、どういう心理。オーランド・アムレスは24歳、起きました。ジャブ入った、アッパーを狙ってますね。アラマが 1m67cm、 おっ、オーバー、いいパンチ、オーバー、右のストレート。オーバーは第2ラウンド電光石火ワンツーストレートをアモレスの顔面に叩き込んだ。オーソドックスな攻めのオーバーがどの程度このアモレスに使えるか。入っています。小林さんね、はい、こういう相手にはやはり打ち合った方がいいんですかね。どうでしょうかね。やっぱフェイル使い暇ないような感じですね。オーバー打ち合っても決して弱くないですからね。パワーがありますからね。そうですね。止まりますと確保、ややスピードも落ちたアモレス、1回ずつダウンしてるんですが、これ以上頭をぶつけられ、もうこっちは皆さんもそうだますと、スピード、インファイト、それからボディを狙え、この3点渡辺さん、オーバーを右、それから今アモレス側の倉持アナウンサーから報告があります。この選手は後半どうなんですか。大事はありますけれども、やはり今日の場合はかなり使ってますね。大場の連打、アムレス引き抜け、さあどうだ、大場チャンス、大場チャンス、おそらく勝てないでしょう、勝てないか、勝てないか、ノックアウト、大場ノックアウトです。No, mi intención era ganar, pero sabía yo de antemano, desde un principio, que iba a pelear con un gran campeón, como lo fue Masaoba. Para mi concepto, yo que conozco.